こんにちは、粟田洋介です。今日は緑と赤の絵の具で絵を描き始めました。この色合わせ、目の検査で使いますよね。この色合わせは目がチカチカします。で、なんでこの色合わせで始めたかっていうと、対立し合う強い色同士だからなんですけど、でもこのまんまこういう風にしようと思ってなくて、ここから手を加えていきます。ちょっと前もって赤、緑で人の顔を描いて半分違う色みたいにしようかなと思っていました。まだ男性になるのか女性になるのかもちょっとまだわからないんですが、描きながら考えていこうと思います。最近子猫を飼い始めたんですが、前いた猫もそうだったんですけど、なんか自然に来てくれたら写っちゃったって感じだったので、新しい子猫も無理に写そうとか思わないんですけど、まあちょっと今後ちょくちょく出てくるかもしれないのですが、よろしくお願いいたします。こんな感じの絵が完成しました。タイトルはプライスレスです。今度8月にプライスレスというタイトルの個展をやろうと思うので、その時の DM に使おうと思っています。まあ当たり前なんですけど、命とか愛とかそういったものはお金で買えないという思いで個展のタイトルをそれにしました。なんかずっと抱っこしてたんですけど、まあ愛情はプライスレスなので、これからも大事にしていきます。で、その個展の詳細なんですが、下の概要欄に私のウェブサイトのリンクが貼ってありますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。